じゃあ、もう一回戻っていきましょう。はい、行きましょう、うん、今度は反対側行く。反対側、すばれるわこれ。はい、皆さんここはねまだ全然大丈夫だと思います。はい、うん、ここはねみんなゆっくり画像を、旧本坂トンネルやったっけ。そうですね、本坂トンネル、本坂トンネルを楽しんでください。そうですね、なんかびっしり本当に落書きですね。あ、やっぱこっから空気が違ってくるね。こっからが違う、これ。この辺からね、なんかね、空気が違うんですよ。これ。ちょっと待ってくださいな。メイク着てみ、この辺まで。このトンネルの柄が変わって、レンガから3メーターぐらいかな。そうですね、3メートルぐらい。分からなかった。もう一回入ってきてみ、スーッと後ろ向きで歩くと分かる。こういう状態でってこと？あれ分からなくなった。体感ね、0.1 度ぐらいの温度のね、寒さがアップした感がある。だろう。その後にね、この風の音の中に声が聞こえる。お経の声が聞こえる。そのお経の声、誰が発してるのかわからないんだけれど、それって動画でわかるものですか？あ、多分聞こえる人には聞こえるだろうな、これ。おお。さっきより風が強くなってたと思うね。それはそうですね。ほら、だんだんもっと強くなってくる。あかん、投資する。なあ、すげえな。真面目にクソ寒いんだよな。わざとね。やだね、こういう子嫌がらせするの。性格悪いね。それはさっき山を歩いたあれが関係したりするんですか？ちゃんと映ってくれた、うん、っていうことはあれだな、これ以降さらに映るなんていうの、居座ると良くないことが起こるな、かつての小谷城のように。今
こっち側にいいんですか。ちょっとこっちこれ。はい。これはこれは。うわ、すごい競争。多分見えるしか見えない。どの辺、どの辺。あの、京都書いたら。こっちか。この上のこれがあるところから。どう？どうって聞かれるとね、体がそのなんかうんぬんを言うよりも指先がやばい寒すぎて。画角の問題だってな。そんなあなたに近寄りづらいねんな。画角の問題で。大体行きでも映像は送ってる感じで、さっき。帰りはほとんど送ってません。はい。はい。なので気になる方はね、その前半、前半をちょっと見ていただけるとありがたいな。見えた人は何が見えたかを本当にポンと考えだけ疑ったいかの、それを疑っちゃいけないよ。うん。自分が見えたものが正しい。インスピレーション一番最初に来た映像がバーンと目に頭に映ったものが、それがあなたの真実だと思ってくれる。さあ、視聴者は何かポッと思い浮かんだものが何なのか。そう、何が浮かんだのか。まあね、僕もそんな超能力者じゃないから、そう簡単にうまくいくとは思っておりませんけど、僕もね、練習しながら、どうやったら送れるかをいろいろテストしながらやってますので、いろいろな送り方をしてます。だから皆さんも、最初は、動画を見て楽しんでくれればいいです。で、今度は動画を撮ろうかなと、映像を見たいなと。いきなり見えた人はもうそれが正しいと思ってください。一番最初にこのアップされてバンと映ったのが、それがあなたの真実だと思ってくれればいいです。邪念はいりません。見たる見たるっていう神経もいりません。ぼーっとで、ある程度、だいたい10日から15日以内にその映像はもう見れなくなります。それはなぜかというと、スマホが壊れたりするかもしれませんので、そこはもう全て消します、僕は。おお、はい。だから15日以内、何回見、その後を見ても何回見てもただの、僕の映像だけです、はい、このシンプルなこの YouTube に上がってる映像だけの。そうだけです。それ以上と本当携帯が本当に僕みたいにボコ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 壊れちゃうと申し訳ないです。最近も僕携帯つらなくなっ、ボタンを押し、アプリ押しても動かん時があるんですよ。よし、かっちゃんその辺で止まってもらって、はい、それ以上進むと多分あの車のナンバーが見える。これでね、旧本坂トンネルの、映像と、お散歩は終わりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。山行く？今から。それはリスキーないよ。リスキ
失礼しました。お邪魔しました。そこにも一人おるんだよな。あの、あそこの木のところ、そこそこそこ3本並んだ。はい、この木のどの辺、木に座ってる感じ。1、2、3のあるや、はい、それの一番左側のあの折れとる木、はい、のとこ立ってる。立ってる、立ってるっていうより、なんだろう、もたれかかってるっていうか。ああ、違うな、死んでるんか。死んでねえな。いや、死んでるんだけどね。死んでるか。首吊りとかそういう系の死に方ってこと？そういうわけでもない。違うぞ。え、ここ M？ え？おお。画像に映ってくれとるかな。今うおーってこっちに来た。トンネル入ってみ。もう一回トンネル、ここ。この辺でもう風がビチャッと止まるね。そうですね、このトンネルのに入ろうとしたぐらいから風がする。ここから辺は高いね。まあ風がない分は高いですね。気なんだよな、この上が。毎回言っとるね、俺ここ。さっきの山のところ。山登りします？あまり良くない感じがしますか。動物の匂いがする。おっと、やだ。よし、ならばもうやむなし。動物の匂いや。うわ、すごい。動物の匂いがする。虫より怖い。まあ、動物も虫も幽霊も大丈夫な方に、じゃあこの探索は任せるべ。あ、皆さんこれで失礼します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そう、そう、マジか。早く帰れコール。早く帰れコールよね。よし、やっぱ来とるね。やっぱし行かなくてよかった俺。見ましたね。あれは多分カメラにも入ってる。大きなラッポンでしたね。ややな。